皆さん、こんにちは。このプレゼンテーションでは、ST マイクロエレクトロニクスのワイヤレスチャージャー IC と開発ツールについて、STWBC シリーズ並びに STWLC シリーズのデモを交えながらご説明します。今回は、送電側トランスミッターの開発ツール、受電側レシーバーの開発ツール、および開発ツールのハードウェアの設定や状態をモニターするための PC 上で動作する GUI をご紹介します。 ST では、開発ツールとして地位準拠並びに地位認定されたハードウェアを販売しており、これらを用いて開発者の皆様においては、すでに市場投入されている地位の規格認定済みの送電・受電機器とインターオペラビリティなどのご評価、または独自方式でのワイヤレス充電システムの開発なども検討いただくことが可能です。ST のこれらの開発ツールには、PC 上で動作する GUI も準備されており、開発者の製品開発のタイムツーマーケットまでの迅速な設計、製品開発をサポートします。トランスミッター IC として、STWBC シリーズがあります。 STWBC EP と STWBC MC はどちらも地位規格送電 15W までをサポートする EPP という規格に対応した IC で、これらに対応した開発ツールが ST EVAL ISB 044V1 と ST EVAL ISB 047V1 になります。またSTWBC WA および ST EVAL ISB 045V1 は STWBC シリーズとして、ウェアラブル機器向けの送電1から 2.5W までの独自方式をサポートする IC およびツールです。またレシーバー IC としては STWLC シリーズがあります。今回は ST EVAL ISB68RX 開発ツールを使用して、STWC シリーズの開発ツールとペアでの充電動作を見ながら解説していきます。今回は展示会用に前のページで紹介したトランスミッター開発ツール3台を1つのテーブルトップにまとめました。また、専用の GUI をインストールした PC、スマートウォッチ型ワイヤレス充電のデモ、レシーバーの評価ボード ST EVAL ISB 68RX を展示しています。トランスミッター側のツールのご説明をいたします。左側に表示されている GUI は STWBC シリーズ用の GUI です。右側にトランスミッター3台が埋め込まれているテーブルトップがあります。レシーバーを各トランスミッターの上に置くと、緑の LED ランプが点灯から点滅に変わり、充電がスタートします。左側の GUI を見ると、グレーサインが緑色に変わり、STWBC の送電がスタートしたことを示します。STWBC シリーズの GUI には、主にプロトコルウィンドウ、モニターウィンドウ、パラメータウィンドウの3つがあり、それぞれレシーバーとの地位プロトコルの状態、送電される電気的パラメーターの状態モニター、扱われるパラメーターの設定等がリアルタイムに表示されます。レシーバーをトランスミッターの上に乗せると、レシーバー側も赤の LED ランプが点灯し、受電が開始されたことを示していますが、レシーバーを取り外すと、トランスミッター側の LED ランプが赤に点滅し、送電を停止したことがわかります。インターオペラビリティの際に、安定した送受信と送受電を確保するために、これらのハードウェアの状態と GUI でモニターしながら適切なパラメータ設定をしていく必要があると存じます。 STWBC シリーズの開発ツールにはボムリストや図面が公開されており、それらをリファレンスにしてアプリケーションの開発をされることで、市場投入が容易かつ迅速に行えるようになっています。右下のウェアラブル機器、スマートウォッチへの搭載例は、小型のコイルを用いて送電の実現が可能であり、弊社 STWBC の低消費電力、少ないボム、
高い柔軟性のあるプラットフォームであることを実証しています。今度はレシーバー側のツールについてご説明します。今回使用している STEVAL-ISB68RX の基板にはマイクロ USB コネクタが内蔵されており、PC と容易に接続が可能です。右側に表示されているのは STWLC シリーズの GUI になります。今回開発ツールで使用している IC STWLC68 は高耐圧で高効率の整流回路と LDO が内蔵され、マイクロコントローラー、メモリー、各種ペリフェラル、モニター回路、ADC などを統合したワンチップソリューションです。これらを GUI を介して I2C で各レジスターにアクセスすることで操作します。地位のプロトコル規格に準拠するための設定パラメーターや受電、送受信するためのプログラム等はあらかじめ ROM に内蔵されているので、開発者は機器ごとのパラメーターの設定を最適化したり、状態モニター、起動、静止等、エラー回避などを行うために、この GUI を用いて実際の機器組み込みのエミュレーションを行うことができます。以上が ST がサポートするトランスミッターおよびレシーバーの開発支援ツールの説明になります。皆様、どうぞふるってご検討のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。